順次とは、グリニッジ天文台、グリニッジ子午線、経度0度における平均対応時を指す。イギリスの標準時、スタンダードタイムは伝統的にこの名で呼ばれる。日本では標準時ではなくグリニッジ平均時と訳されることもある。かつて国際的な基準時刻及び世界各地域の標準時の基準はグリニッジ平均時であったが、現在は概念を修正した協定世界時IATOCへ変更されている。こうした事情からIATOCと GMT が近似的に同一視されることもある。用語 GMT 及び Z 通話表で使用する語は、Zulu は広報や通信の分野でIATOCと一般的に同義語として認められる。また GMT は時刻の最大精度が整数秒である法令、通信、民生用その他の目的ではIATOCの意味で使用される。一方、GMT は、転速工法及び測量における暦の独立引数としては、世界時の UT1 の意味で引き続き使用される。ただし、GMT は適切な名称、IATOC、UT1、または UT で置き換えられる。グリニッジ平均時は、伝統的に経度0度と定められているイギリスのロンドンにある、グリニッジ天文台での平均対応時である。イギリス帝国が海運国家として発展すると、1714年に経度法が制定され、海上における経度発見法が盛んに研究されるようになる。1761年、ハリソンが温度や揺れに強いクロノメーターを開発する。また、1765年にネビル・マスケリンがグリニッジ天文台台長に就任すると、直ちに航海用に1年間の航海歴の編纂に着手し、1766年に初めて翌年の航海歴を海上における経度発見法委員会から刊行する。すると、イギリス船の船員たちは航海中に、グリニッジ子午線からの現在の経度差を計算するために、自分たちの時計をグリニッジ平均時 GMT に合わせるようになった。ただし、船上で、通常の生活用途に使われる時計には、従来通りに、船上の対応時が用いられた。この習慣と、他国の船で使われていたネビル・マスケリンの月挙法、航海歴に掲載される天体の見分けと船上での月の観測位置から経度を求める方法とが結びついて、やがて GMT は海域における世界共通の経度によらない基準時刻として使われるようになった。1884年にワシントン DC で開催された国際子午線会議でグリニッジ子午線が本所子午線として採択されると、陸域でもほとんどの国の自国体はこの GMT を基準とし、それから数時間だけ進んだ、または遅れた時刻を標準時として採用した。1911年にはパリで開催された国定歴本編成に関する国際的な天文学者会議で、事情の許す限り、すべての暦に、グリニッジ時を標準とするものを用いることが決議される。1912年10月、パリにおける、万国共同法時法会議で、無線電信による法時の統一が可決され、1913年7月1日からは、皆グリニッジ時、常用時によることになる、日本は不参加。1918年、当時は対応を航行する艦船においては、経度測定用のクロノメーターとは別に、日常使用する時刻を毎日正午に、船の位置すると考えられる子午線の地方時に合わせていたが、イギリスの通商部においてこの慣習を、改めて海上においても、陸上において、当時の多くの国が採用している、標準時と同様な時刻計を採用することの可否について、関係者の詳細な意見を集めた。1926年10月、11月に国際天文学連合 IAU と国際測地学地球物理学連合 IUGG の主催で万国経度観測が実施され、日本も参加。この際に無線電子により国際法事局 B、IERS の各用法事と同じ形式でグリニッジ平均時が発信され、その時差を測定することにより、経度が比較された。こうして、19世紀から1920年代までに、国日平均時は航海以外の暦や天文学、法事、測地学などの分野でも、世界共通の経度によらない基準時刻としての実績を上げていった。なお、グリニッジ天文台からの時報は1924年2月5日に初めて開始された。天文学者はクラウディオス・プトレマイオスの創始以来、1日の始まりを正午とする天文時、アストローナミケルタイムを使っていた。これは夜間観測中に日付が変わる不便を避けるためであった。しかし、1917年にイギリスにおいて航海者から航海歴に記載されている天文時を廃止して日常使用する常用時に統一すべきとの議論が盛んになった。航海者側の苦情の理由は天文時と常用時を併用すると計算が不必要に複雑となることや間違いやすいことであった。このような苦情は第一次世界大戦中で何事も官名早急を要することから当局者の注意を引いた。その結果、イギリスのフランク・ダイソン及びハーバート・ターナーがこれに関して賛否の意見を各国天文学者に求めることになった。そして1919年にアメリカ合衆国、イギリス及びフランスの合意により1925年1月1日から天文日を常用日と等しく正子から数えることに決定し、各国の天文歴もその方針に従って編成されるとになった。1921年にこの変更に関して変更前と同様に GMT、グリニッジ平均時と呼ばれると混同することがあり、不都合であるとしてトリニティカレッジ教授のヘンリー・プラマーなどはマサコから得る時を GCT、グリニッジ常用時、または GST、グリニッジ標準時、と記すべきであると主張した。これに対して、グリニッジ天文台長のダイソンは、すでに一般社会では GMT が正子から始まる時刻として定着しており、航空省が気象電報を発するときに用いる GMT も正子に始まる時刻であるし、また、イギリス陸軍が24時間制を採用して以来、前と午後の代わりに呼ぶ時刻は、グリニッジ平均時であるとして一蹴した。パリ天文台のギヨーム・ビゴルダンは、天文学者が誤解の恐れがあるときは GMT、シビルと書くことができるし、一般市民が正子から始まると信じているのに、天文学者が、それは、正午に始まると規定したのだと力んでも仕方がない。単に弦楽的だと失笑されるだけだ。GCT や GST などは良くない、GST は夏時間と間違うなどと反論していた。その後、1922年5月に、ローマで開かれた第1回国際天文学連合、IAU の決議によって、プトレマイオス以来、千数百年間にわたって慣用されてきた、天文時を1925年1月から、万国一斉に廃止し、12時間繰り上げて、正子に始まる常用時を、天文学でも用いるようになった。ただし、ユリウス日については、1925年以降もその始まりを正午とし続けていることに注意が必要である。1925年の国際天文学連合 IAU 第2回会議で従来までの正午からの GMT、グリニッジ平均時と区別して、正子から始めるときに別の名称をつける提案が議題となり、賛否の意見が戦わされる。しかし、会議では呼称については未定で、ユリウス日、JD は正子から始めずに正午から始めることになった。その後、1928年の国際天文学連合 IAU 第3回総会で、用語グリニッジ常用時、及び世界時は正子より測るグリニッジ時を明確に示すことが決議された。天文学者は、どちらの意味でも GMT の語を使用しないことが勧告され、特に、グリニッジ正午より測った時を用いることを望む場合は、グリニッジ平均天文時とすることなる。さらに1935年の国際天文学連合 IAU 第5回総会で、正子から数えるグリニッジ平均時に世界時を国際的に使用することを採択し、将来はグリニッジ常用時という用語を使用しないことが議された。そして、1948年の国際天文学連合 IAU 第7回総会では、第4委員会、天文歴部は、天文学者がグリニッチ正子より起算した平均太陽時を示す際に、名称、世界時だけを使用することを勧告する。こうして、天文学者が使用する用語は、グリニッチ平均時から世界時に移行したが、一般市民は常用時として、グリニッチ平均時の語を引き続き使用する。1970年に、英国ブライトンで開催された、国際天文学連合、IAU 第14回総会において、第31委員会時の決議で採択された勧告 6.2 で、用語 GMT 及び Z は、広報や通信の分野で、協定世界時、アトックと一般的に同義語として認められる。1972年1月1日からは、一般市民が使用する常用時としてのグリニッチ平均時、GMT は、協定世界時、アトックとして定義されており、ウルー秒の挿入、または、減算による現行の調整方法が採用されている。なお、1976年に、グルノーブルで開催された、国際天文学連合、IAU 第16回総会において、第4委員会、暦及び、第31委員会、時の共同決議第1号で、グリニッチ平均時、GMT と、世界時、UT の使用に関する明確化の望ましさを考慮し、GMT と UT は、時刻の最大精度が整数秒である法令、通信、民生用その他の目的では、アトックの意味で使用されること。また、GMT と UT は、転速工法及び測量における暦の独立引数としては、世界時の UT1 の意味で引き続き使用されることを指摘した。これらを踏まえて、UT0、UT1、UT2 及びアトックの区別が必要ない場合には、それらの代わりに UT が使用されうることを認める一方で、GMT は適切な名称に置き換えられることが強調される。標準時の考え方、すなわち、地方全体で共通の基準時刻、基準地点の平均太陽時を用いる仕組みは、イギリスで鉄道敷設の発展とともに、鉄道時間として生まれた。ロンドンの時刻であるグリニッチ平均時がこれに用いられた。現在、イギリスの標準時はアトックそのもの、アトックプラス0を採用しているが、現在でも伝統を守ってグリニッチ平均時、グレニッチミーンタイムと呼ばれている。また西ヨーロッパ時間、ウェットとも呼ばれる。ウィキペディアの夏時間のページ冒頭の地図で濃い青色に、塗られている国では、夏季には時間を1時間進めるサマータイムを行っている。イギリスでは、この時期の時間を英国夏時間 BST、アイルランドでは IST と呼ぶ。薄い青色で塗られている国では1年中、アトック、GMT、ウェットを用いる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。